ロヘル・マルティネスこと、ロヘル・ベーケル・マルティネス・トビンソンは、コロンビアボリー・バルテン・カルタヘナ出身のサッカー選手。クラブアメリカに所属。ポジションはフォワード。ロジャー・マルティネスと表記されることもある。2013年に、アルゼンチンのラシンクラブで、プロデビューを飾った。2016シーズン、ラシンで、公式戦15試合に出場し、7ゴールを記録していた。 2016年7月14日、中国、スーパーリーグのコーソソネーへ完全移籍した。コーソソネーは900万ユーロの移籍金と、マルティネス型クラブに移籍する際に発生した移籍金のうちの15%を羅針に支払うことになった。2018年1月7日、ビジャレアル c f にシーズン終了までのレンタル移籍で加入。契約には、 買取オプションが含まれていたが、ビジャレアルは行使せず、2018年夏からは、クラブレオンでプレーしている。2016年に行われた、コパアメリカセンテナリオのコロンビア代表の9番を、つけてプレーした。コパアメリカ2019にも代表に選出。グループリーグ第一戦のアルゼンチン戦では、前半戦で負傷したルイス・ムリエルとの交代で、途中出場。 後半27分に先制ゴールを決め、2から0の勝利に導いた。ありがとうございます。